市場河原町阪急世界地図市場河原町阪急閉店カウントダウン市場河原町阪急はかつて京都府京都市下京区にあった阪急阪神百貨店運営の百貨店である阪急京都本線河原町駅に直結するターミナル百貨店1976年10月15日に開店し2010年8月22日に閉店した 駅に直結した京都市最大の繁華街、市場河原町の交差点角の高立地のため、待ち合わせ場所としても親しまれていた。京都住友ビルディングの近い6階に入居していた。7.8階には、阪急商業開発が、レストラン街、モザイクダイニング市場河原町を展開しており、百貨店が撤退し、京都丸井が入居した後も、しばらくの間は運営されていた。 売り場面積が広くないのと、大丸、高島屋といった近隣の老舗店との差別化を図るため、若者向けのファッションに特化した店舗展開を行い、1980年代にデザイナーズブランドを中心とした先端的な若者向けファッションを取り扱って、若者の支持を集め、1991年に売上高約171億円を上げていた。しかし、 デザイナーズブランドブームが去ると競合店に客足を奪われ若者向けのファッションに特化する戦略は4、5年で顧客が入れ替わるため長期的な信頼関係を構築して売上を確保する百貨店の一般的な戦略が通用しなかった。阪急河原町駅の1日あたりの乗降客数が1997年に約8.8万人から2010年に 約6.49万人に減少するなど、店舗のある市場河原町の集客力が低下した。一方で、JR 京都伊勢丹開業で、京都駅周辺の集客力が高まったことや、低価格の医療専門店の台頭による、百貨店離れなどにより、京都地区の百貨店売上高の合計が2009年は、約2597億円と2001年から約20%、 減少する影響を受けていた。業績の改善を目指して2000年以降に2度の大規模な改装を行ったり、2007年10月にグループの阪急電鉄が当店の向かい側の市場河原町北東角に商業施設コトクロス阪急河原町を開業した際には共同でスタンプラリーを行って市場河原町地区への集客力向上を図った。しかし2005年3月期で 売上高約71.49億円。2006年3月期で、前年比7.3%減の売上高約66.25億円。2007年3月期で、売上高約66.75億円。2008年3月期で、売上高約66.31億円と、低迷していたところに、リーマンショック後の消費低迷が加わり、2009年3月期に、 売上高約56.14億円。2010年3月期に売上高約45.74億円とさらに大きく落ち込み赤字が続いていた。また、グループの鉄道部門の乗降客数に大きく影響するほどの規模の店舗でないことから赤字でも戦略的に営業を続ける対象でなかったこともあり、2010年11月末のビルを所有する。 住友不動産との賃貸契約が切れる前の同年8月22日に閉店した。当店閉店後の跡地には、京阪電気鉄道や加減量販店、丸井など20社以上が出店を希望したが、2010年8月10日に丸井が出店することが正式に発表され、2011年4月27日に丸井の関西地区で3点目となる。 京都丸井が開業した。しかし、同店も住友不動産との契約を更新せず、2020年5月末に閉店する予定で、その後のテナントは未定となっている。市場河原町阪急の入り口横には世界地図があり、京都の待ち合わせの名所として長年市民に親しまれていた。なお、世界地図は丸井になってからも残された。ありがとうございます。